は体の中で細胞の増殖や生存を促す HGF 幹細胞増殖因子というタンパク質の研究をしています。 HGF はですね、本来僕たちの体の中では肝臓や神経の再生修復に関係しています。一方で、がんの組織で HGF が働くと、がんが増殖する、成長したり、あるいはこう抗がん剤にさらされても、がん細胞が生き延びてしまう、薬剤に対する耐性に関係しています。僕たちの研究室では、最近東京大学の菅弘明先生、ケミストリー、化学がご専門の先生と一緒にですね、この HGF を阻害する分子を発見しました。これが HGF 分子ですね。で、今回発見したのは、この HIP8 と名前を付けたペプチドです。でこの HIP8 がこの HGF にドッキングすることでこの HGF の作用が止まります、抑制されます。でこの時の様子を金沢大学が誇る高速原子間力顕微鏡で観察することにも成功しました。でこれがその時の様子ですね。 HGF がものすごく活発に動いている、分子が動いている様子が見えます。 HIP8 の結合をするとその活発な動きがピシャッと止まるということが、観察されました。異分野の研究者、つまり自分と専門が違う研究者と一緒に研究することで従来にない新しい発見につながるということを、実感しています。これからも融合研究に挑戦していきたいと思っています。